エンクホイゼンは、オランダの北ホラント州、西フリージア地域に属す基礎自治体であり、町である。エンクホイゼン、オーステルデーク、ベストエインデの3地区からなる。エンクハイゼン、エンクハウゼンなどとも表記される。1355年に、都市圏を獲得。ホールミやアムステルダムと同じオランダ東インド会社の港町として、東インドとの交易で栄え、17世紀中央に、 オランダ最大級の港湾都市として絶頂を迎えた。だが、シルトの堆積など様々な理由でアムステルダムにその座を明け渡した。現代、エークホイゼンは海洋貿易の伝統を保つ大規模な港湾都市であり続けている。ゾイデル海沿岸の村々の歴史を紹介する町内のゾイデル海博物館の来場者は、 プルメレントやアムステルダムといった町外からが大半を占める。プラスチックなどの製造業と観光業が主な産業で域内の大部分で歴史的景観が保たれている。15世紀に建てられた二棟の教会、17世紀に築かれた城壁、城門等役所が主な観光スポットである。議会の定数は17で、勢力分野は次の通り。 ホールミア・アムステルダムとの間に鉄道が通っており、アムステルダム中央まで乗り継ぎなしで1時間ほどで着く。夏には、スタホーレンやメデンブリク、ユルクとの間でフェリーも運行され、徒歩での旅行者や自転車愛好家が利用する。ありがとうございます。